浜名湖ガーデンパークに来たよ。入園無料、駐車場も無料だよ。自然と遊び、花をめで、緑に癒やされる。そんな心安らぐ時間を過ごせるガーデンパークには、みんなが楽しめる施設やアクティビティがいっぱいあるよ。今回は、コスモスの時期に来たよ。可愛い撮影スポットもあるよ。コスモスがいっぱいでとっても綺麗ね。ここの場所は今はコスモスだけど、時期によって変わるよ。次はチューリップかな？見頃の時期の土日は結構混んでる。だから、入園時間に合わせてきたよ。いいところにベンチがある。ここでボートするのもいいわね。こちらは展望台だよ。上に行けるよ。大人は300円ね。ビルの13階の高さと同じぐらいって書いてあったような、ないような。これさっきのコスモス、上から見ると絵になってて可愛いね。ちなみに、私たちが行った前日は、700人も展望台に登ったらしい。込み込みで、朝から、所長が手伝ったんだって。ファミリー自転車、借りるよ。1時間、1000円だよ。屋根もついてていい感じ。ガーデンパークの道は、広いから自転車も漕ぎやすいよ。ゆっくり泊まりながら、漕いで1周30分くらいだよ。レンタルは1時間だからね、2周できるね。スカートの場合は、スカートを縛った方がいいよ。挟まっちゃった子も多いんだって。チャリ楽しい、へい、楽しいな、へい、ラララララン。めっちゃ怖いんだけど。これはサコマル一人で漕いでます。一人でもなんとか漕げるよ。必死のガニ股。下り坂は楽でいいよ。自転車なかなか乗らないから楽しいな。自転車返す時には自転車借りる列ができてたよ。混む時期は早めに乗ってね。ここで半分くらいかな。足が疲れてきたよ。2周目はマジでしんどい。おすすめはしない。足ガクガク。ゴールまでが遠い。なんとかゴールできた。もう動けないからお弁当休憩にするよ。お弁当作ってきたよ。食後のコーヒータイム。最高。自転車の疲労が来てる。昼寝した。
スになったら、できるようになるのかな。昼休憩終わり。自転車で行けなかったところを、歩いて回るよ。国際庭園だよ。写真映えするところが多いから、コスプレしてくる人もいたよ。こちらは、中国。池がある、びっくり。外国来ましたって感じするね。ムーンキャッスルって感じ。このベンチ、お花が屋根になってて、かわいい。では、ガチャガチャで買った、ひなたちゃんと一緒にお花を見て回りましょう。こちらは、葵ちゃん。上手に撮るの難しい。